はい、JR 富良野線西中駅の駅前にやってきました。この辺はね、農作業中です。一応ね、なんか一番邪魔にならなさそうな場所に車を止めました。で、これがなんかね、何だったっけ、富良野リゾートオリカっていうね、なんかリゾートホテルだそうです。西中駅はなんか北ビップにも近い感じの駅ですね。ああ、まあこういうサムネイルもいいかもしれないですね。遮断機があって、駅舎があって、山も見えるみたいなね。ああ、駅らしいですね、これね。駅らしいです。非常に駅らしいサムネイル。そしたら駅舎の方入っていきましょう。今までの駅と同じ一面一線防線駅、長さは1両分、板張りホームです。富良野線板張りホーム率すっごい高いですね。そしてね、北上すればするほどね、この山が近くなってくるんですね。これもまた富良野線の特徴ですね。この区間から見るね、山綺麗ですよ。富良野線は美麗の丘っていうよりも、この車窓から見える大雪山が、やっぱり僕はね、一つの見どころだと思うんですよ。そして線路はですね、一直線に伸びております。遠くにビル見えますが、あれは上富良野のビルですかね。はい、そしたら駅舎の方入っていきたいと思います。あ、このサムネイルも悪くない。でもさっきのやつの方がなんかね、余剰があるな。あ、富良野線が来ましたね。向こうから停車しますよ、あれ多分。一応撮影を試みるか。ですが、ラベンダー色の座布団が置いてあります。まあ、そろそろね、飛行タイプが出てくる季節ですよね。そしたら、機能灯の方を見ていきましょう。中府タクシー、うっかり降りた人がこのタクシーを呼ぶのか。
降り遅れた。やっぱり外国人観光客が多いですね。セックスしたいな。7&ピート。こういううんことか書くのさ、やめてよ、恥ずかしいから。その外国人はね、これを見て日本だと思うわけですよ。でもね、なんか結構半分ぐらいこれ外国人観光客の書き込みなんじゃないかな。そしたらね、2018年、揺れるわ、大型トラック通ったら、5月1日、インターバン6304、YouTube で検索と、YouTube って書いておけば、ほら、外人もインターバン6304で検索してくれるかもしれません。それでは、駅ノートも書き終わりましたので、もう一回外に出ていくことにしましょう。はい、そしたら次行きましょう。さっきこの角度で列車取りよかったな。